難しい。まあ、竹取物語の里が、まあ、京田辺ということでね、はい、まあ先ほどもお話しいただいたように、まあ、最有力候補ということで、でちょっと入館料がありましたんで、はい、別館の方がね、はい、襖絵があるんですよ、竹取物語絵巻のね、はいはい、住まいと屏風絵、それを見られるんでしたら、はい、プラス1000円になるんですよね。それは別に後から作られたものですよね。あるいはこの博物館のここを作るためにあの襖絵を作ったんですよ。あ、そうなんですか。11面それはすごい、全ての、 あの絵柄のね、はあはあ、でここにもあるんですけどね、はいはい、で今年の春に、屏風絵絵本画家の方に描いていただいたんですよ、うんうん、であとそのここにもね、はい、あのそれなんか論文が何か書かれるんですかじゃなくて、そういう卒論なので、あ卒論、中学生の卒論なので、そんな中学生に卒論あるんですか。そんな大層なものじゃないですよ、中学生ですから。あ、なるほど。なのであのここの地図にあるように、はい、どんな史跡があるのかなとか、あーはーはー、言い伝えがその土地にあるのかなとか、まあ、その程度なんですけど、史跡とかないところもあったので一切、まあ、史跡というかね、竹取物語というのは、まあ、もちろんあの原文をお読みになっていただいてるんですね。あの工業庁は、はい、あの国語の時間にある程度やるんですよ。あーはーはー、なるほど。ああな、あの一応そのなんていう の、 あの竹取物語のストーリーというのはご存知なんですかね。あ、もちろん。ああそうなん、ああ、はあ、まあそれだったら分かると思うんですけど、沖縄の家は山本近くなりとなってるんですよね、うんうん、だから山本駅があるからってことですか。まあそうですね、ただ山本だけじゃないんですけど、そういう説明してるともう簡単にはいけませんのでねそうですね、こんだけ史跡があるんですね、はい、まあそのなんていうのかな、まあ史跡どうのこうのというよりも、物語の中身がどのようにその感じておられるのかということなんですよ。でポイントは山本近くない、広陵町山本という地名はないんですよ。なるほどなるほど。なぜ沖縄の山本近くなりとなってるのに広陵町が名乗り上げておられるのかと、讃岐神社があるからみたいですけど、で讃岐とどのような関係があるのかということをおっしゃっておられないでしょ。え、いや讃岐の都であると書かれてるからと、あれは讃岐ではないんです、讃岐の都なんですよね。あ、そうなんですか。だから讃岐の都説と讃岐の都説とあるんです。あ、2つ、あ、まあ、そこで分かれてるんですか、そうそう、だからそれはあの書き写し前間違いをされてるんですよ、さぬきというのはね、さぬきの宮津湖なんですよ。で一番古いのが奈良県の、天理市にある天理大学の図書館にあるやつ、あれがまあ全館揃ってる一番古いと言われてるものなんです、まあ、そこにもちょっと展示してあるんですけどね、あ、それは一般の人はもう読めない古事ですから。そうでしょうね、はいはいはい、それをその原文読まれたかどうかになるんですね。もうそこでもう全然狂ってしまうんですよ。だからなるほどなるほど。あので作者は誰とおっしゃってないんですよ、高齢長は。一応不詳ってなってますね。不詳でしょ。不詳では、あのその場所を説明することできないんですわね。片落ちですわね。なるほど。まあそういうことでね、まあ、うちは全部もう全て作者も分かりました。作者も特定しているわけですか、はい、で難題が出てくるでしょ。難題ね、はいはい、5つの、はい、あ元3つですよね、貴公子、はい、元は3つというのは何が元とかおっしゃってるのか。いや国語の先生が、長男の国語の先生がそんなこと言ってたようなおよそかぐや姫とかそういった不思議な話にまつわるものは、はい、日本は佐の字というのが神様に結びついていたので、不思議な出来事は3であることが多いとか言って、って聞いたことがあるだけです。私すいません、専学ですから全然、まあ、それはちょっと、はい、まあ、その先生のまあ見解だから、はいはい、だから竹取物語は5人となってるんですよね。そうですよね、はい、あの今伝えられてるのは5人ですね。3人はどれを根拠にされてるのかね、その先生が。いろんなものはみんな3ですみたいな話であったってだけですけど、いやまあそれはどうかな、それ全て3やったらおかしいですわなそんなもんね。え、3日で大人になってとか、ああその竹取物語の中で出てくるその
数字ですね。3もあるし5もあるし7もあるし、うん、5人の貴公子でしょ、うん、あの今度はそうだってしてますけど、うん、3人という貴公子という説は今昔物語なんですよ。あ、そうなんですか、うん、ただ今昔物語の方が古いと言われてるんだけど、うんうんうん、ちょっと疑問があるんですね。うん、かなり後で出来上がってるということ。なるほど。で原文は漢文なんですよ。そう、天理のやつはですか、うん、そうそう、もともとでないと訳のね、なんていうのかな、帝の出てくるところなんかは漢文でなければ表現できないような文章になってるんですね。まあ、そういうところまで、まあ、今回その研究で中学生の中学生の卒論なんでそんなことまで、うん、だからあの場所を、そうです、だから各名乗られてる場所でどんな史跡があってどういうことで言われてるかっていう程度なんです、はい、っていうのは史跡のないところが実はほとんどでした。まあ史跡という、何を史跡とおっしゃっておられるのかね。いや、でも竹原市も真備町もなんかかぐや姫のゆかりのなんか史跡とか神社とかなんかあるんですかって言ったらなかったです。あ、それ電話で聞いたらんですね。現地行ってね。あ、でもないと言われました。うん、だからその史跡というのはどういうふうな形の史跡ということによりましてね、だから物語は架空の物語でしょ、うん、まあね、だから考古学で何かが見つかるとかね、うんうんうん、いうのでいけば、まあ、ここは山本の馬屋のあったところと、うん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 、こういうことが確定してますし、うんうんうん、まあ、それでだから富士市にしても全部私調べました。全部奈良市町村のね、富士市さんは力入れてるので、うん、ちょっと富士は遠くて行けなかったんですけど、富士の場合いっぱい資料送ってくれました。富士市がいっぱい資料送ってくださいました。まあ私も富士市全部調べましたよ、うん、あそこは力入れておられるから。富士市はかぐや姫で出てきます。え、かぐや姫ページでもかぐや姫のこと紹介してました。いやいや、文章でかぐや姫というようなものが、いや、そこちょっと独特ですもんね、うん、富士山に帰った、あそここの花咲夜姫、富士山、富士山帰ったことになってますから。そうそう、この花咲夜姫、この花咲夜姫がかぐや姫と言っておられるわけですよ。ははだから富士山はこの花咲夜姫 の, 富士宮とかね、いうのがある、うんうんうん、で、まあ、そういうかぐや姫公園、竹取公園とかいうのをね、うんうんうん、やっておられるんですけど、うんうん、かぐや姫とは出てこない、この花咲夜姫、だ富士山に飛び込んで亡くなると。うん、でもかぐや姫は月へ帰りますでしょ。そうそう、だから初めて富士山に帰るかぐや姫のお話を知りました今回。そうなんですよ。だからもう皆さんね、なんていうのかな、7市町村が集まって、うんうん、まあ、交流しようと、うん、要するに、物産品を、はい、土産物とかね、うんうんうん、まあ、そういうような形で7市町村が集まってやっておられると。もうやってないですけどね。まあ今も交流、まあ年に何回か、3年か4年に1回ぐらいなんか交流されてるんでしょ、どっか。いや、でももう市町村合併になってしまったところが何か所も、マピも長尾も、鹿児島も市町村合併になってしまってるので、市町村合併になってからかぐや姫ということは特に言っておられないみたいで、もう真備町は霧の巻火で売り出してるみたいです。キビの巻火ね、はい、もうかぐや姫は全然そら、ここの場所がねこれだけやったわけですから、うん、もうホームページ、YouTube、うん、もう徹底的にやってますから。長尾町もう市町村合併以降はかぐや姫は一切言ってない、うん、だから場所は全然もう根拠はないわけです。根拠なしにおっしゃったら、うん、ただ天女伝説があればかぐや姫という、うん、竹原市は今でもミスかぐや姫を選んでるって言ってました。竹原市は美術館があってね、こちらでも来られましたよ。あ、そうですか。研究者とかね、館長も、うん、でかぐや姫サミットもやった時にも来られましたし、ね、あ、なるほどなるほど、うん、でここへ来て見学もねしていただいて、そうなんですか。ああ、ここはもう完璧ですねと。 あちらは単に天女伝説なんですか。そう、なるほど、変えられましたよ。なるほど、きっちりした根拠があるんですね。あと、きっちりした根拠は向こうはそんなにはないんですかね。市役所の人は特に史跡はないですって、市役所はバカですから、してはりましたけど、市役所はバカですから。そうなんですか。全然わからない人ばっかりだからダメですよ。在日ですからわからない、日本の歴史。はい、まあ、そういうことでね、まあ
これ地図はもうこれ地図はあるんですけど、地図のどこにその史跡があるといえば、山本のね、あの寿法寺があるんですよ。いや、どこですか？あ、お寺ね、ここ、あの、まあ、ちょっと後から同じようなものっていただく地図とかいただくことはできないですか？地図はないんですけどね。あのここをまっすぐ行って右行ったらね、うん、まあ、そこに今はあの池がなくなったんですけど、うん、そこは鶴沢の池って言うんですよ。はい、これ どこのことを言うてる？ちょっとこれね、向きがね、向きがどう向きになるかな、こう向きですね、向きがこう向きですわ。ああ、で今どこにあるのかな、ちょっとメガネ持ってくるの忘れたな。これで写真撮ってもいいですか？写真はいいですよ。いいですか？あ、写真はいいですよ、はい、どう写真撮っといたら後で見れるので、うん、でね、あの詳しくお調べになるんだったらね、本を買っていただいた方が、これ1日2日ではね、話できないんですよ。まあちょっとその、中学生の卒論なので、うん、そこまで深い研究をするとかいうのは不可能なので、いやだから比較検討されるんだったら、その辺をやらないと、それはいつまでにその原稿を上げられるわけですか？いや、間もなく。え、間もなく、ピカピカ光らないようにしないと。間もなくですか。これで、まあ、あの簡単に書いた本というのがですね、どれが一番簡単かな、まあ、この本来はね、竹取物語現代稿というのがあるんですよ、ここにね、はい、これがね、はい、これに原文と場所と作者は空海と、うん、いうことを、まあ、これ博物館を建てる時にも書いたんですよ。でその後空海が確定したと、うん、いうことで、この 1,2,3,4,5 と本を作ったんですね。すごいですね、はい、これで世界の歴史、日本の歴史全て分かったんです。はあ、はあ、はあ、うん、で、その場所のあれと比較となってくると、まあ簡単にねやるんだったら、この京都アラミの石炭坊、うん、そこに全部出てくるわけですか？全部は出てこない。これはもう共同司会の人たちと一緒に研究した結果ですね。まあこれの中身の、まあこの辺りの、まあ数回にわたって書いてるんですけど、うんうん、まあどれを見たら一番いいかという、その地域性とかいうの簡単には書いてるのは、まあホームページ見られたらいいと思うんですけど、根拠です、根拠ですね、うんうん、そういうようなものは、まあ、この中にいろんな、こういうのは広陵町も出しておられると思うんですね、広陵町、こういうことでしょ、この、うんうん、だからさぬきさぬきの足りぬみこでかぐや姫、うんうんうん、で水人天皇の妃、うんうんうん、だからこれはどういうにされてるんですか、親子関係でしょと、うんうん、親子関係にありますわね。なるほど、これは親戚の関係ですから、ここがかぐや姫ね、この説を述べ取られるわけですよ。なるほど、なるほど、うん、まあ、ここでもう無理がある。ここに大筒木足りねおとあるでしょ、うん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 、で大筒木ですから、ここ筒木は続き軍の筒木なんですよ、慶太天皇の筒木の、慶太天皇の筒木の宮もあったわけです、ここにね、うんうんうん、でその親子ですからね、うんうんうん、もう広陵町なんか何もこれ言ったってダメなんですよ、うん、なるほど、なるほど、うん、でしかもさぬきというのと根拠は神社とおっしゃってるでしょ、さぬき神社、さぬき神社ですね、さぬきという地名ないでしょ、なんか皇族の名前を神社に冠したということを根拠に言ってはりますけど、うんうん、だからその辺でもちょっと苦しいね、うん、で大続きですから、ここ山城の大続きってありますからね、山城、山城ってここなんです、山城、はいはい、そうですね、大続き、だからこの辺がもう根拠なんです、これは崩すことができない、古事記に書いてあったね、まあ、古事記もいろいろと疑問帳と言われてるんですけど、一応まあ経歴的なものは一応まあ間違ってないだろうと、まあ、いうようなことなんかで、もうこれは聞いただけでも、もう他の、それが一番の最有力根拠ってことですね、そうそうそう、他のところに何もないんです。なるほど、なるほど、だからこの本を買い求めていただくと、うんうん、その他いろいろ場所的なものとか鏡も見つかってますし、うんうん、西洋語、うんうんうん、と
そういうね不老不死の関係ですね。この鏡が伊能岡山から見つかってる、不老不死と関係があるんですか。不老不死出てくるでしょ。うーん、あの月からの迎えに来た人が不老不死の薬を置いていきますよね、置いていきますよね、はい、で不老不死の薬を燃やすのも燃やしますよね。駿河の不死の山、そう、富士で富士山で燃やしたことになってますよ、ね、いや富士山とは言ってない、ね、不死の山、不死の山、それを富士の山にしてるだけですか。だから駿河の不死の山なんですよ、うんうんうん、当時は富士山と言ってなかった、ね、この物語にできた時は。なるほどね、はあ、だから実際は現在の富士山になるんですけどね、不死の山、死なぬ山、うんうん、不老不死の薬を燃やしていったから不死の死なぬ山なんだ、うん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 、なこの京田辺は関係ないんだけど、そんな富士山やないかと、うん、なんであそこだけ突然富士山まで行かないかなんですかね、遠すぎますもん、ね、いや当時煙が上がってたわけです。そうで分かりますよ、だから薬燃やしたんだろうってことでしょ、薬を燃やしたから煙が立ってそこを持ってきたわけですってことですよね。ただ薬燃やしに行くにはなんか遠すぎるなとか思うんですけど、うん、遠すぎるでしょ、高陵町にしてもここにしても遠すぎるなと思いました、うん、だからここは神奈美山があるんですよ。あ、別のところがあるわけですね、人口の対象の神奈美山、うん、ここはピラミッド山なんですよ。これも分かった。エジプトのピラミッドは日本が最初なんですよ。その辺のそばにもありますよね。まあ、その辺やっていくと、あのこの日本は世界文明の発祥地という、うんうん、これを読まないとそこまでは分からないわけですね。あの分からないです、うん、だから日本があの世界の中で一番古い歴史があったと、うんうん、いうことまで分かったんです。で空海で、うん、だこれはその本はこんなこと書いてませんよ。もう当初にはこんなことは書いてないです、ね、だからこれは簡単なね、簡単な一番分かりやすい共同司会で、そう共同司会で調べたいろんな場所、これにそのあのなんていうかな、この郷土史のいろんな関係のあれも書いてますし、うんうん、山本の地名にも書いてますし、だからこれを一番、まあ、これを読まれた方がさらっとさらっと浅く理解するにはこれが一番ってことですね。なるほどなるほど、うん、ただ今言ってますように、まあいろんなことをその後も研究してね、うんうん、これ博物館建てて、8年ぐらいなのかな、うん、その前は郷土司会の人たちとどうやってはったんですか、ね、もう30年ほど前から、私40年ほど前から研究したんです。研究してすごいですね。はいはいはい、それで全て分かって、完璧になる本で、まあ、今回はこう絵本、これを、まあ、これはどうかな、まあ、これもう一つ大したことないと思うんだけど、これ絵本画家の方がね、この竹取沖縄とかぐや姫というのを作られたんだけど、まあ、これ今おっしゃっておられる中身ではこれはまあ外国人に英語英文があるからねいいと思うんだけど、まあ、これはもう今のお話しされてる中身からはちょっとしんどいかなと、うん、まあこれがいいんじゃないですかね。そうですね、はい、まあそんな感じですね。で見学あのされるんだったら、まあ、この辺りが一番まああれなんですけどね、で入館料なら、まあそういうことで、はいはい、別にもう屏風までは結構です。え、屏風までは結構なので、これおいくらですか。これは何だか4000円だったかな、うんうんうん、これはだいぶ安いです。4000円ですね、もう消費税とかそんなにいりませんから、うん、サービス、うん、じゃあなんかこれ5000円か、はい、であとは、中学生でしたかね、中学生ぐらいなのかな、はい、中学生はちょっと待って、あまり値段は、あ、中学生は200円、200円か、超中学生、うん、200円ですね、うん、入館料が、はい、はい、じゃあまあせっかく来たから中見してもらって、はい、もっとお子さんが一生懸命勉強にならなあかん、お前もっといろんな話聞かんと、まあ、聞いておられると思うけど、うん、出なかったら何のために勉強してるのかわからんやね。そうです、ね、まあ、これ読まれたらね、はい、あのいいと思う、まあ、ただそうです、ね、はい、だ4000円とお母さんが4700円、はい、300円か、はい、バッグね、はい、はい、でこれ300円ね、はい、はい、簡単にまあ今おっしゃってたこれも持ち帰っていただいて、まああとさらに詳しくお知りになりたい場合は千数百の YouTube が上がってますんでね、竹取沖の博物館で見ていただくと、もうほとんどのことが言ってますね、はい、
ちょっと見せてもらって、ちょっとなんか電話入ったんで、ちょっと見せといてください。はいはい、すいません。今入ってましたようにね。え？あ、これも本でな。